ネイキッドは2017年のアメリカ合衆国のコメディ映画、2000年のスウェーデン映画、ナケンのリメイク作品、マイケル・タイデスが監督を務めた。出演はマーロン・ウェイアンズ、デジーナ・ホール、J.T. ジャクソン、スコット・フォーリー、イライザ・クープ、ロレッタ・デヴァイン、デニス・ヘイスバート、2017年8月11日よりネットフリックスで配信された。 学校の臨時教員として働くロブは気さくで明るい性格だが計画性がなく無責任な男でもあった。彼は最愛の女性メーガンとの結婚を控えていたが彼女の父親はいまだにロブを結婚相手として認めようとしていなかった。結婚式前夜、ロブは親友のベニーと酒を飲みに街へ繰り出すが翌朝彼が目覚めるとそこは ホテルのエレベーターの中であり、しかもすっぱだかの状態であった。昨夜の記憶がない彼は困惑しながらも式が取り行われる教会を目指すが、その姿を見た町の住民に通報され、ついには逮捕されてしまう。失意のどん底に叩き落とされたロブであったが、気がつくと彼は再びすっぱだかであのホテルのエレベーターの中にいた。混乱する彼が目にしたのは、 あの人生最悪の日と同じ光景であった。ロブは時間をループしているのだ。このことを知ったロブは何とか結婚式を成立させようと躍起になる。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。